ここ水草が少なくなってる。それに不自然な痕跡も多分人によるもののはず。こっちだ。消えた。でもこの辺りに出入りできるところはなさそうだけど。待って、何これ。苦しい。心臓がドクドクいってる。呼吸もだんだん苦しくなってきた。これはどういうこと。ダメだ、戻らなきゃ。みんな、この状況を知らない。今すぐ引き返せば、まだ間に合う。なってく。水の中で意識を失うわけには。僕、踏ん張らないと。つまり手がかりは途切れて、孔子様の行方もそこでつかめなくなった。でもそのあたりに出入りできるところはなかったと。そう、僕必死に泳いで引き返したんだけど、あと少しで元の場所に戻れるってところで、どうしても力が出なくなって、その後多分気絶したんだと思う。起きたらここにいた。クロリンデがお前を助けたんだぜ。でもオイラたちもどういう経緯であいつがメロピデ要塞に来て水中からお前を助けたのかは知らなくって。クロリンデさんが、お礼を言わなきゃ。もう少し休んでから行った方がいい。フレミネの体はまだ万全じゃないんだから。クロリンデさんはお客さんとしてあと数日ここにいるはずよ。リネットさんの言う通り、急ぐ必要はないから大丈夫。お客さんって、リオセスリのお客さんってこと？この件についてはうちじゃなくて公職に直接聞いた方がいいかな。あの人ならきっとうちよりうまく説明できるから。そうだな、そろそろあいつにははっきり説明してもらわないと。リネも一緒に来るだろ？いや、君たちだけで行ってきてくれるかな。僕はまだしばらくここを離れたくない。お兄ちゃん、今は安全だって頭では分かってるけど、離れられないよ。リネットもフレミネも危険な目に遭ったばかりなんだから。分かった。じゃあしばらくこのまま一緒に。なら医務室は君たちに任せていいかしら。うちは旅人とちょっと出かけてくるね。しばらくは
誰も君たちの邪魔をする人は来ないはずよ。ありがとう。リネ、ごめんなさい。私もごめん、お兄ちゃん。もっと慎重に動くべきだった。そんなこと言わないで。全部僕が悪いんだ。慎重にすべきだったのは僕の方だよ。二人はあと少しで。僕がもう少し有能だったら、今頃孔子様を見つけられてたかもしれない。違う、そんなこと言わないで。え？あ、ごめん。つまり私たちみんな慎重じゃなかった、そういうことでしょ。これは連帯責任だね。うん、そう、連帯責任。お兄ちゃん、心配してくれてるのは分かってる。私たちも今お兄ちゃんのことが心配だもん。だからそんな顔しないで、元気出して。ああ。手元に葉があるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。いざ。
しら。ああ、どうやらフレミネ君の容態は落ち着いたようだ。もちろん、じゃなきゃ医務室を離れたりしないのよ。で、そっちの二人が来るのは想定してたんだが、看護師長は何しに？クロリンデさんの様子を見に来たの。具合はどう？ああ、特に問題はない。できれば一度診察させて。すぐ終わるから、この後数分だけ時間をもらってもいい？わかった、感謝する。じゃあ私は先に。そろそろ弁解してくれるよな。弁解？その言い方は気に入らないな。説明ってことでどうだい？だがどこから話したものか。うん、あんたらが最も知りたいことからにしよう。さあ質問してくれ。おう、じゃあ聞かせてもらうぞ。お前は最初からリネたちの目的を知ってたのか？いや、彼らがファデュイに所属し、召使いの命令でメロピデ要塞に潜入したことしか知らなかった。具体的な目的はあんたらの行動が進むにつれて見えてきたんだ。目的も知らなかったのにわざわざ警戒してたのか？彼らが現れた理由は決していいもんじゃない。俺はこういうのに鼻が利いてな。最初は講師がなぜ失踪したのか調べるのが目的だと思ってたからな。リネ君は俺が彼を逃がしたと考えていたようだが、俺らは彼の行動を止めもしなければ容認もしていなかったというのが正しい。講師はおのずと協力者を見つけて自然と離れていったのさ。スネージナヤの執行官がフォンテーヌで失踪したとなれば、きっと召使いはそれをネタにするだろう。俺もあの執行官がどこに行ったのかちょうど気になっていた。どっちみち調べる必要があるのならファデュイの人間に調べてもらった方が得だろ。俺はただ結果を待てばいいんだからな。ジョフノリってわけか。別に構わないだろ。まあその後の状況が変わったのは少し残念だったが、おそらくフレミネ君からも聞いてるはずだ。メロピデ要塞周辺の海水に変化が起きてるとな。金域こそがリネ君の元々の調査目的。ここに来てからあんたらもそれに巻き込まれることになった。だからあんたらの身の安全とメロピデ要塞のトラブルを未然に防ぐため、俺も手を出し始めたってわけさ。お前が昔犯罪者だったって噂は本当なのか？何を言ってる。俺はメロピデ要塞の管理者であってずっとここにいる。服役するのと何ら変わりないだろう。ただここの者たちが俺に服従してるだけだ。そういえばクロリンデは誰が呼んだんだ？もちろん俺だ。金を出して彼女にメロピデ要塞まで出張に来てもらった。クロリンデさんは血統代理人、つまり第三の勢力だ。今後起こりうる危機をどうにかするにはずば抜けた実力を持った助っ人が必要だったんでな。例えばフレミネを助けるとかか？あ、そう理解してくれていい。フレミネ君は確かに優秀だ。あんなに劣悪な条件じゃなければ今頃失踪した人に追いついてただろう。それはあんたには関係ない。ヌビレットさんの依頼も講師の行方をつかむことだけだったはずだ。俺は金域が講師の失踪と関係ないことだけを証明すればいい。これに関しちゃフレミネ君はまさにその証人だろう。
けどオイラたちの調査はもう医務室まで進んでたんだ。それにお前もさっきあれこれ質問しただろ。なのにオイラたちの最後の質問にはまだ答えてないぞ。おっと悪い、そんなに答えが気になっていたとは。そりゃそうだろう。たとえ目を背けたくなるような真実であってもか。ついてこい。ここはメロピデ要塞だ。それを忘れてもらっちゃ困る。真ん中の円盤に立ってくれ。まさか何か秘密の仕掛けがあるのか。隠してあるのに見た感じ特別なところはないな。すごいでかい扉だぞ。これと似た扉が合計で3つある。通常であれば誰も足を踏み入れられない区域だ。俺以外はな。その名の通り、まさに禁域ってわけさ。だがあんたらはきっとここの情報をファデュイの子たちにも共有するんだろうな。まあ確かに隠そうとは思ってないけど。そうすべきかどうかはここを見てから決めるといい。下がっていろ。おお、一つ一つ上がっていったぞ。近づいてみるといい。メロピデ要塞の管理を引き受けてから俺はずっと不思議に思っていた。このゲートの裏には一体何があるのか。もちろん考えなしに開けるのは賢明な行動じゃない。だがこの裏に隠された謎を解き明かさないのはリスクを放置してるのと同じだ。ここが俺の管理下になってから今までこのゲートのメーターが動いたことはなかった。それがここ1年でその針が静かに回り始めてる。おそらく何らかのデータにわずかな変化が生じたんだろう。普段なら見逃してたが、その時はちょうど暇だったんでな。少しばかり時間をかけて調べてみた。あんたらはこれが何のデータだと思う？ああ、合理的な推測だ。俺もそう考えていた。だがな、そんなありきたりなもんじゃない。温度は気候の変化によって簡単に変わるもんだ。つまり
温度よりも水圧の方が可能性は高い。だから俺は試しに外部から圧力を加えてみた。だがそれに変化はなかった。そこで俺は別の可能性に思い至った。原始大海の水と関係があるんじゃないかってな。その予想をもとに俺はある準備を始めた。このメーターの針はここ2日でまた動き始めてる。そしてあの潜水士が帰ってきた時の症状を見て俺は確信した。これは原始大海の水の濃度を測るものだとな。濃度？でもここって海底だぞ。問題はそこだ。俺たちは海底にいるが、海水は静かに変化しつつある。大海の水が混ざり、その濃度が徐々に上がってきてるんだ。ああ、その可能性が高い。でもオイラたち、いや、ヌビレットたちだって原始大海がどこにあるのか知らないんだぞ。一体、大海の水はどこから。どうやら気づいたようだ。まさにその通りさ。このゲートの向こうには原始大海があると俺は考えてる。何らかの理由でゲートの裏に存在する大海の水が大幅に上昇してるんだろう。で、俺らのところまで迫りつつある。現在メーターは赤だ。ゲートはまだ存在しちゃいるが、大海の水の一部が海底から漏れ出て海水に混ざり始めてる。このままだといずれ下の水をせき止めることができなくなるだろう。ああ、大海の水は原始大海に由来するものだとフォンテーヌの伝説では語られてる。もしここが決壊すれば、フォンテーヌに住む奴らは全員たった一夜にして水になるだろう。でも妙じゃないか。なんでメロピデ要塞は原始大海のゲートの真上に建てられたんだ。ここって誰が作ったんだろう。その顔を見るに難しく考えてるようだな。だが実際のところ、事実はあんたが想像してるもんより単純かもしれない。俺がこのことに気づくまで金域の秘密を知る者はフォンテーヌにいなかった。ただそれだけだ。メロピデ要塞には本当の意味での創設者がいない。今から話す噂も昔ここに集まった奴らが残したもんだ。先代水神のエゲリアがまだその座にいた頃、罪を犯したフォンテーヌ人は追放されるのが慣例だった。人々は狼の群れから仲間を駆逐するかのように犯罪者を追い出した。犯罪者は何の同情も得られない。これが普通だ。荒れ果てた海辺に追放され、苦難や寒さ、痛みを味わうことになる。だが一部の人間は悔い改め、天に祈りながら自分にできることはないかと水神に聞いた。水神は彼らの渇望に憐れみを覚え、こう言ったらしい。海の底で私の秘密を守ってくれと。彼らは水神の力を借り、海の底に集った。そして協力して築き上げたのがこの要塞だ。彼らはここに住み着き、徐々に多くの人を受け入れていった。追放者が増えていくにつれ、より多くの者が彼らと同じ道を歩んだ。そして最初のメンバーたちは死ぬ前に、当時まだ完成していなかったメロピデ要塞を他の追放者に託したという。先代水神は遠く離れたところから力を貸し、そのおかげもあって追放者たちの要塞はより大きなものとなった。海の底にあり、太陽から遠く離れたメロピデ要塞、そこは罪人たちにとって唯一の安息の地となった。だからここの人間はメロピデ要塞を監獄とは呼ばない。彼らは信じてるんだ。自分たちは今罪を償っている。その償いを終えたら再び自由になれるとな。だが後にそいつらは気づく。メロピデ要塞は孤独の地なのだと。彼らはここの生活に染まっていき、
水の上の世界とは徐々に疎遠になっていった。ケーキを終えた後、ここを去らずに残る者もいる。残った者はこの地で感触につくと、その枯れた魂が太古の秘密と共に消えていくことに身を任せた。数百年が過ぎ、メロピデ要塞が何のために建造されたのかを知る者はもう少ない。ここは遥か昔から存在し、犯罪者が流れ着く場所だと人々はそうとだけ考えてる。たまに年を取った研究者が罪を犯し、ここで余生を過ごすことがある。俺はある年老いた歴史学者からこういった話を聞いてきた。だが他の奴はこの話をあの学者の妄想だと思ってる。でもお前は確信してるんだな、その話は全て真実だってことを。ああ、もしいつかこのゲートが決壊すれば、あの予言のように全ての人が水に溶けるだろう。どちらかといえば俺はそれほど信じちゃいない。だが残念ながら全てのことが予言の内容と重なってる。予言ってのは厄介なもんだ。耳にしただけで一度目の恐怖を叩きつけられる。そしてその兆しが現れれば二度目の恐怖を、それが現実となれば三度目だ。場所を変えよう。あるものを見せてやる。ここだ。公爵、ちょうどいいところにいらっしゃいました。最新のデータはすでに。待ってください、ジュリエ、他の人が。あれ、ジュリエとルールビー。慌てるな、この二人はもう俺らの計画を知ってる。何ですって？誰にも計画を漏らしてはいけないとおっしゃっていましたよね。そうですよ。それにこの人たちは信用できるんですか？結果はもう目に見えてるだろう。この二人はあんたらが思ってる以上に情報を知ってる。わかりました。あなたがそこまでおっしゃるのなら。そうですね。二人から悪意は感じませんし、多分信じてもいいのでしょう。さて、改めて紹介しよう。こいつはジュリエ君。フォンテーヌ科学院で最高位の研究員の一人だ。昔はエドウィン君の元で働いてた。あんたら、エドウィン君のことは知ってるか？そりゃよかった。説明する手間が省けた。彼の専攻は、アルケウムと重力機械だ。ジュリエ君はその助手で、関連技術が頭に入ってる。俺はジュリエ君を、技術顧問として雇ってるんだ。まさか、メロピデ要塞を吹っ飛ばすつもりか？ほう。そりゃ魅力的な言葉だな。つい想像したくなる。僕もちょっと心が動きかけたかも。皆さん、変なことを考えないように。この真面目なのがルールビさん。同じく俺が雇った技術顧問だ。偶然にもジュリエ君はエドウィン君の助手で、そして彼女はもともとジュリエ君の助手だった。そんなことってあるか？見ろ、やっぱりみんなそれを聞く。あんたら、実は仕事を理由に相引きしたいだけなんじゃないか？公爵、相引きだなんてありえません！そうです！僕が土地狂わない限り！ああ、わかった。今のは聞かなかったことにしてくれ。さ、二人ともついてこい。そう褒めるな。メロピデ要塞に対してイラン自負が生まれてくる。だって本当にすごいと思ったから。ではもう少し手品を披露しよう。
ここって見たことない生産エリアだよな。一体どうなってるんだ？あんたらはフォンテーヌの歴史についてどれくらい知ってる？あまりよく知らないな。となるとレムリアの物語も知らないだろうな。ざっくり話そう。古代フォンテーヌはレムリア王朝の統治を受けていた。言い伝えによるとレムリアの帝王レムスは典型を受け、金の鉢に化身した預言者シビラを訪ねた。レムスは金の鉢と大戦フォルテナ号と共に海上に自分の国を建てたという。彼はその国をレムリアと名付け、フォルテナ号に乗って新たな島や部落を探し回った。そしてその者たちに帝国の統治下に入るよう呼びかけた。その物語にも船が出てくるんだな。ああ、水と関連する場所なら船は必ず出てくるもんだ。人々は船が希望へと導いてくれると信じてる。じゃあお前も信じてるのか？俺は半々ってところだ。だがあんたも知っての通り、俺は工場一つを動かせるほどの材料と技術、人材を持ってる。試してみても損はないさ。あのゲートの下に大会があるかもしれないと思い至った時から俺はこの考えを持つようになった。つまりその伝説のフォルトナ号に影響されたってことか？天才を目前にしてフォンテーヌ人にはこういった手段が必要だからな。もしここの囚人どもがこの巨大な船の裏にある真実を知ったらどうなると思う？本物の災いが訪れる前にメロピデ要塞で暴動が起きて壊滅するだろう。管理者である俺がそんな考えなしの行動など認めるはずもない。さて、随分と会話も弾んだことだ。お茶を3杯は飲まないとな。他に聞きたいことはあるか？どうやらないようだ。では外まで送るとしよう。さて、見送りはここまでにしよう。あ、ありがとな。礼はいい。だが覚えておけ。情報を共有するかどうかはあんた次第だ。これからあんたが取る行動はあいつらに影響を及ぼす可能性が高い。その辺はちゃんと考えるつもりだぞ。ああ、これからの展開を楽しませてもらうとしよう。あることを思い出した。麻酔が効いてた間、うっすらとだけど近くで人が話してるのが聞こえたの。茶葉、お茶の水、あとティーカップとかの話をしてた。ミオセスリとシグウィンだろうね。男の人と女の人が一人ずつだったから多分そうかも。でもその人たち本当にずっとお茶の話だけをしてた。ここの人ちょっと何考えてるのか理解できないかも。旅人パイモン、真相はもう聞き出せたんでしょ？お、公爵が全部説明してくれたぜ。ふんふん、じゃあ答え合わせをしてもいいかい？ああ、
少し休んだおかげでだいぶ楽になったよ。近くに誰もいないし、シグウィンさんも他のことで忙しいみたい。このままここで話そう。よし、じゃあまずは僕から大胆な仮説を話すよ。あの後僕も呪文してみたんだ。三つほどね。まず一つ、なぜフレミネは大会の影響を受けたのか。その原因は彼が水中に潜ったからだ。言い伝えから原始大会の場所は特定できないけど、僕の推測によればこのメロピデ要塞の近くにあるんだと思う。おお、すごいな。早速かなり当たってるぞ。さすがリネ。二つ、ディオセスリの態度が急変した点について。最初は見て見ぬふりをしていたのに、どうして急に牙を剥いたのか。この問題はかなり時間をかけて考えることになった。仮にリオセスリは最初からファデュイに目をつけていたとする。彼が僕たちを野放しにしていたのは、おそらく皇子様を見つけさせようとしたからだろう。しかもメロピデ要塞はフォンテーヌの法廷に属していない。つまりヌビレットさんに報告する必要もないってことだ。リオセスリはいわゆる無法地帯の王と言っても過言じゃない。メロピデ要塞側が皇子様の失踪に関与していなければ、お父様はフォンテーヌ政府側に異議を申し立てることになる。こうして両者が膠着状態になれば、彼はその間にできた隙を泳ぐことができるってわけさ。つまり彼には何か成し遂げたい目的があるんじゃないかな。おそらく医務室の秘密と関係してるんだろう。でもそれが一体何なのかについては皆目見当もつかない。お前って本当頭がいいんだな。ありがとう。さて、次が最後の呪文だ。もしリオセスリに計画が存在するとしたら、それは何なのか。現在僕が把握できているのは、その計画が海水の変化と関係している可能性があるということだけ。そのためにクロリンデさんまで呼んだんじゃないかな。でもこれだけじゃ足りない。医務室の仕切り板の裏には秘密の通路が隠されているかもしれないし、もしそうなら彼のテリトリーには普通の人じゃ目にできないものがあるっていうことだ。あの手にはまだ駒が握られていて、お父様と交渉することも考えてる。情報が足りなすぎて、あまりに予測の立てようがない。でも、君が僕の疑問を解いてくれるはずだ。まさか、それが真実だなんて。洪水が、予言通りに全てを飲み込む。じゃあ、リオセスリがお父様との面会を望んだのも、この危機を防ぐためだったってこと？僕がこう言ったのは覚えてるかな？お父様は、ハウス・オブ・ハースを本拠地として扱ってるから、問題の解決をずっと望んでるって。でも、どうしてリオセスリが、そのことを知ってたんだろう？それか、リオセスリもこれを知ってたわけじゃなくて、ただお父様を説得したかっただけなのかも。だから交渉を持ちかけた可能性もある。そうだね、筋は通ってる。君が心配してることはちゃんと分かってるから安心して。この情報は何としてでもお父様に伝えるよ。何があっても僕たちは君の味方だから。君とパイモンには十分すぎるほど助けてもらってる。君の存在なしには僕たちはここに立つことすらできなかっただろう。今後助けが必要な時はいつでもハウス・オブ・ハースに来てくれていいからね。君たちにその気がなくてもこれだけ一緒に過ごしてきたんだ。僕たち三人にとって君たちはもはや家族同然さ。僕もとても感謝してる。大事な時にお兄ちゃんを守ってくれてありがとう。それに重要な秘密を共有してくれたことも。
教えてくれるとは思ってなかったから。てひひ、急にそんなむずがゆいこと言うなよ。あなたほどの実力者なら私たちが手を貸すまでもないかもしれない。でももしあなたがピンチになったら私たちが必ず守ってあげる。ひひ、安心感が半端ないな。おいら、お腹が減ったぞ。きっと疲れてるよね。早く何か食べた方がいい。うん、じゃあ先に行ってるな。僕、もっと役に立てる人になりたい。十分だと思う。お兄ちゃんだってそう思ってるはず。ああ、それに僕に強がらないでってよく言うけど、君たちも同じだよね。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりはもうこの刀のみでござる。それ。証拠ね。看護師長は患者のためにそういうのを研究してるのか、それとも人間を理解するためにやってるのか。どっちもね。うちってメリジーヌでしょ。人間といろんなとこが違うの。だからここでみんなの面倒をよく見るためにも、君たちが考えてることを知らないといけないのよ。本当に面倒見がいいんだな。こんなに背がちっちゃいのに振る舞いはお姉さんみたいだぞ。本当？うちのことお姉さんだと思ってくれるの？よかった。そうだ、前にお前が公爵の執務室にいた時、リレたちを守ってたって言ってたけど、それって何のことだったんだ？ああ、それね、うちはただあの子供たちを気にかけてほしいって公爵にお願いしただけよ。特にあの潜水士の子をね、水質が妙だって聞いたから心配で。幸い
クロリンデさんの見事な手腕のおかげで、あの子を無事に助けることができた。クロリンデさんがあそこを離れた後、公爵がわざとパイプを封鎖したのも、リネさんが衝動に駆られて追いかけるのを防ぐためだったのよ。あの道って行き止まりだけど、それでも誰も近づかないように数人の看守にずっと見張らせていたの。それからクロリンデさんが戻ってきた時、すぐに扉を開けられるようにね。うちもずっとリネさんの様子を気にかけていたんだから、プレッシャーをかけながらトラブルに巻き込まれないようにしていたの。本当に抜かりないんだな。まあこれがメロピデ要塞のやり方といったところかしら。少なくとも公爵が着任してからはずっとこんな感じね。はあ、ヌビレットさんももっとここに来てくれたらいいのに。そうすればきっとこの場所を好きになってくれると思う。だって暗くてごちゃごちゃしているでしょ。今夜はゆっくり休んでね。みんなお疲れ様なのよ。手元に葉があるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。ああ、あなたたちか。晩ご飯は美味しかったか？悪くない。看護師長には気を使わせてしまった。ひひ、聞いたぞ。お前、公爵に呼ばれて手伝いに来たんだってな。それにフレミネも助けてくれたんだろ。本当にさすがないよな。大したことじゃない。でも、血統代理人も出張したりするんだな。ところで公爵や看護師長たちと一緒に食べないのか？一人じゃ退屈だろ。看護師長はあなたたちに付き合ってた。公爵は彼自身のことで忙しくしてる。あ、そういえばナビアが言ってたけど、一緒に食事したんだって？そうだな、久々に食事を共にした。あれ、久々ってことは前にも一緒にご飯を食べたことあるのか？ああ、もう昔のことだが、二人ともここでうまくやってるようだな。近いうちメロピデ要塞は不穏な空気に包まれるだろう。軽率な行動を取らないよう気をつけてくれ。
を抜いたらどっと疲れてきたぞ。おいらすごく寝ぼくらってきた。お前も疲れてるんじゃないか。知らんが、何かトラブルがあったらしい。ったく、俺に聞かないでくれ。なんだよ。おいらまだ眠いのに。暇なんてない。じゃあな。え、あ、おい。どいつもこいつもオイラたちに構ってる暇がないみたいだぞ。なんなんだ。やっと見つけた。こっちに来い。よかった。クスト、ラベリューナ、何があったのか知ってるのか。もちろん、君たち二人を探すためにわざわざ来てやったんだからな。何やら少しトラブルが起きてるらしい。できるだけここから離れて外に逃げろって公爵に言われてる。ラベリューヌが、君たち二人は来たばかりの新人だし、誰にも気にかけられずそのまま忘れられるんじゃないかって言うんだよ。ほら、よくあるだろ。逃げた後に人数を確認したら一人か二人足りないってこと。ん？そんなこと言った覚えは。むしろそれはそっちが。余計なこと言うな。はいはい、とりあえず俺たちについてきてくれ。そう、できるだけ上に行けって言われてる。まずいんじゃないか。まさかあれが。え、おい、どこに行くつもりだ。公爵に用事があるんだ。お前たちは先に行ってて。心配しなくていいぞ。おい、気をつけろよ。